え、なになに？これなんでこいつとワイルドエア行かないといけないの？この野郎行くぞ！なんだお前！あれ？カブさん、僕に勝ったものはみんな見送ることにしている。なんだこの熱い男は！カブさんに勝ったんですごい。そんなにすごいことなの？カブさん。君たちに声援を送ろう。え？応援してくれんの？よし、頑張ろう、ホップ。お前途中で脱落しそうやけどな。この野郎がって言われたのちょっと怖かったよ。すごいポケモン仲間にして伝説の1ページを増やすと。無駄なことはおよしなさい。うわー、来た。ジムチャレンジも突破できないんですから。何言ってんだお前。まともにボールも投げられない。まあそれはちょっと否定できないな、ホップ。すまねえ。分かってないな。お、論破してくれ、論破しろ。俺の投げ方は最強だし、兄貴は世界一のチャンピオン。全然論破できてないけどね。あちらで勝負をしてあげます。そうすればあなたがどれほど弱いのかはっきりとわかるよね。ホップと勝負すんの？でもずるくないお前。自信つけたいだけじゃん。下を見ちゃいけないよ、ビート君。ホップ、絶対負けるよ、それ。やめといた方がいいよ。ナックルシティ会おうぜ。結果教えてね。雪の中でキャンプ。お前快適そうやね。社長とちょっと遊ぶか。ほれ。こういうの好きでしょ？お金だよー。ゆきちだよー。あれ？お金好きじゃない？え？何が好きなの？お金じゃダメ？女？女だよー。女の子だよー。顔よ。てかね、ドスパイがね、全然遊んでくんないんだよ、昔から。ドスパイ！遊んでくれ、俺と。あ、来た。あ？ドスパイ？社長、それ女の子じゃないよ。玉だよ、玉。玉は女の子じゃないよ。男もいける感じ。いけ。ドスパイ。遊んでくれ、俺と。カブさん？あ、カブさんかわいい。え、歩き方超かわいいんだけど、カブさん。笑顔超かわいい。歯並びがめちゃめちゃ歯医者さん行った方がいいかもね。あ、ドスパイが来てくれた。ドスパイ！よし、ドスパイ。俺と話そう。お話。もっと聞かせて。昔の仲間とかさ、昔話しよっか、俺と。ドスパイ他のポケモンと遊びたいみたい。あれあ、ドスパイ。あ、ドスパイ。ドスパイ、過去は話さん。そういうことか。誰と話したい、みんな。誰が好き、この新メンバー。ろうそくのやつ、広重がボール取る姿見たい。だってボールと同じぐらいの大きさでしょ。広重、ボール嫌いか。ふうさんグレてんだよね。怖い。もうグレてるもん。全然目線合わせようとしない。社会人失格だよ、これマジで。あ、でもなんか、憎めない笑顔だな。ちょっとどけ。ふうさんどいて。広重が見えないから。広重。あ、ふうさんありがとう。もういいよ。向こう行ってていいよ。広重、俺と遊ぼう。ふうさんやめろよ。オーケー、ナイス。いい子。ふうさん、お茶目だね。じゃあ、もう取っちゃダメだよ。広重。ほっ！帰ってくる前に逃げる。なになに、こいつ戦うの？え、近づかないんじゃないの？一定以上。ねえ。やばいってこれ。え？死んだこれ！あぶねえ。レベルいい感じじゃん。いや、でも電気に強いやついねえんだよな。え、岩って効果抜群？電気毒のロニさんないの一つ。あ、じゃあロニさん行くか。頑張れ！行け！耐えれるぞ、お前なら。行け、妖怪機。うわ、早っ、こいつ。効果今一つなんだよな。行け、溶かし尽くせ。おぉ！お前進化してからめちゃめちゃ頼もしいな。やばいっか？ついよ！お前頼もしいぞ！もう看板マスコットキャラとは言わせない。来い。いけっかー、成長したな、お前。かわいいな、ロニー。お、ホップとの試合どうなったの？ホップくんは来ませんよ。え？殺したの？え、何もそこまでする人なかったでしょ。だってそうですよね。惨めな負け方をすれば推薦してくれた人に。辞退しますよ。え？辞退した？ホップ？おい、待てよ。話は終わったやぞ。おい、ホップをどこにやった？おい、待てよ、お前。ホップ？ホップ株式会社倒産ですね。倒産したの、ホップ。ホップ出てくるよね、後で。え、なんか闇落ちしてくそうで怖いんだけど。歩くない？ありそうじゃない？ホップラスボス説。ホップ闇落ちして、目の色死んで、なんかもう、ポケモンになんか頼らねえ、みたいな。なんか、ウールーを、血だらけになったウールーの頭を、
右手に持ちながら、もう俺はポケモンなんかに頼らないみたいな、ビートと戦って分かったよみたいな、時代は捨て頃の時代だみたいな。犬猫、あ、え、あれある？ねえ、服ある、服、服屋さんない？ここ絶対あるでしょ。あー、たったったった、ここでしょ、ここでしょ、ここでしょ。あー、とりあえず服買う、服、ブーティック、ブーティック、そろそろ都会かぶれしません？これよくない？これよくない？スキーウェアみたいな、そろそろかぶれちゃう？はぁ、これこれめっちゃよくない？一回はしゃいでみない？そういう時期も必要じゃない？一回はしゃごっか、一回上京しよう。いや、これだな。え、どれ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 、やっぱ女の子はお花じゃない？あんまり女性のファッションわかんないけど、女の子らしいってばお花でしょ。おわぁあれ、お金が足りません。7円足りない？ 1000 円？ 1000 円なら用意できる。待って、1000円ならいける。1000円ならいける。売るものはたくさんある。いや、ポケモン売らないから。いや、ポケモン売らないから。おっさん何してんだ？お前は貧乏か？私が着ている服は学生の頃にもらったんだ。中古じゃん。犬猫。あー、これよしよしよし。これ着替えて。あれ？なんか間違いだったらいいんだけど、なんかめっちゃ、おばさん？犬猫。誰だったっけ、あのピンク色の服が好きでさ、キャーとか言う人、誰だったっけ。え、パーコ。あ、髪型のせい。そう、髪型がダメなんだ。髪の毛を明るくしたらいけるっしょ。やっぱ可愛い女の子はな、ショートヘアって相場が決まってるんだよな。ベリーショート、パッツン。これ髪色重要だよ、髪色重要だよ。都会っぽい女の子って何？え、もう可愛いが全て揃ってるよ。ショートヘア、あと髪色、これが噛み合えばもういける。ピンク、白、金髪、ピンク多いな。大丈夫？ピンク信じるよ、信じるよ、みんなのこと。いけ、頼む。あれあれ、いや、まだ全体図を見ないと分かんないでしょ。あ、でも後ろ姿、あ、これワンチャンありだよ、ワンチャンありだよ。行くよ行くよ、前向くよ、せーの、あっいやーいやー、ちょっと間違えた？勘違いババアとか言われてんだけど。いや、それちょっと失礼でしょ。想像してみて、想像してみて。背景スクランブル交差点にして。え、どう？どう？スクランブル交差点。ありじゃない？ありじゃない？いや、ボロクソ言うじゃん。題名、スクランブル交差点でナンパ待ち。これ何？ポケモンすごく頑張ったか知りたい？はい。え、ドスパイでしょ？そのポケモンは、うん、もっと頑張ってみて。ドスパイ、ドスパイ、ドスパイサボってるって本当？君のライバルであるホップはどうしたんだ？やばい。言えねえ。ビートに殺されたなんて言えねえ。俺の顔見るなり兄貴ごめんなんて。謝るからうろどいたぜ。あ、生きてたんだ。なぜ負けたか考えろ。厳しいお言葉。まあ、負けを知ってるトレーナーはね、マジ面構え違うから。ありがとう。え、こいつ、え、番号見て見て。見て見て見て。左足見て。キバナさんの。番号。匂い？え、匂いきついってこと？犬猫。わあ、かわいい。砂蛇っていうの？よく見たらかわいくないね。ユーダンは砂蛇が安心して眠るように応援している。頑張れ。あんたたち、ポケモンは起こさないから通してもらうよ。どうぞどうぞ。あ、じゃあ俺もうるさくしないんで通っていいですか？見た目はやかましいけどね。ホップ。あ、生きてる！あなたたち子供はうるさいので通行は許しません。ぶっ殺してやる。犬猫。向こうはホップが倒してくれたのか？勝ったか、ホップ。その勢いで任せ、負けたの、ホップ。負けたの、ホップ。完全にスランプじゃん。ホップかわいそうになってきたよね。昔の熱いあの姿見せてくれよ。犬猫の髪型見て元気出すよ。なんで元気出るんだよ。ウール食べて元気出すよ。ウール食べて、まあ、とりあえずウール解雇しよう。負ける原因絶対ウールだから。俺ビートにボロ負けして、いや、負けたのはいいんだ。勝負ってそんなもんだろ。そんな背中すんなよ。ただあいつに兄貴の名前に泥を塗っていますね。そんなこと言わせた自分が悔しくて嫌なんだ。いいやつだな、お前。じゃあな、この野郎。ホップ、ホップ追いかけていった。犬猫。え、これなんか釣れんのかな。水タイプでしょ。あ、ロニーさんか。はい、はい、逃げましょう。はい、逃げれないんだった、合わせてた。え、ついよ。まあまあまあ、死なないっしょ。はい、はい、オッケー。犬猫。あ、来ないで来ないで来ないで。あいつ何？あいつなんだ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 ？これなんだ？え、なんだお前？え、わかんねえなぁ。穴がつくの、ちょっと。ラグ取りよかい。あ、間違えた。相性悪すぎ。地面だから格闘でいきましょう。はっ！なんで？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 
なんで？え、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 なんで？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 ダグトリオの特性？え、ワンパンないよね。ワンパンないよね、ワンパン。おい、さよならっていうのやめてもらっていいですか？おい、さよならっていうのやめろ。4倍 !?4 倍待って待って。電気は地面効果抜群で知ってるよ。毒って効果抜群なの。いや、2倍だわ。あ、終わったわ。あ、4倍だわ。あ、4倍だわ、終わったわ。あ、終わったわ。あ、終わったわ。これ終わったわ。これ終わったぞ。嘘でしょ？嘘でしょ？そんなことある？捕まえるしかない。それか？捕まえる？いや、捕まえるは無理でしょ。とりあえず毒毒？とりあえず毒っとく？とりあえず毒毒じゃない？持久戦持ち込むって考えて、とりあえず毒毒ね。オッケーオッケーオッケー。あ、オッケー、ナイス、イグルー急所。無理無理無理。なんだ。とりあえず、毒毒だと、そう、毒毒だと回復耐え、そう、それじゃん、それじゃん。これでワンパン技がなけりゃ、回復連打でいけるはず。これでワンパンさえされなければ大丈夫。地面来たらおしまい？え、ちょっと地面技覚えてるか？お前、ちょっと待って、やめろよ。よし、いい子だ。いい子だ。毒に苦しむがいい。地面技持ってないでしょ。持ってたらもう使ってるはず。大丈夫、大丈夫。持ってたらもう使ってる。さすがに野生もそこまでアホじゃない。ロリンさん、あー、ロリンさん、あー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 ロリン、とりあえず社長、こいつを殺せ、社長。社長。ロニーさん、赤ちゃんの時から今まで本当にありがとうございました。ロニーさん、誰か嘘って言ってくれよ。ねえ、誰かな、誰か、嘘でしょ。ねえ、嘘でしょ。穏やかな性格、5番道路でレベル1の時にレベル1だぞ。おい、こいつ、こいつが赤ちゃんの時から俺知ってんだぞ。俺はロニさんにとって親みたいなもんなんだぞ。おかしくない？レベル1からだぞ。最終回でバカ活躍するかもしれない。あー、めんどくさい、ひらがなでいいや。うわーい、戦えるぽー。わーお、パンクポケモン発電機感が見えんだよ。おい、暴れることが好き。暴れたりねえよな、まだ。暴れたかったよな。行くな、行くな、ロリさん、行くな、行くな、やめろ、マジでやめてくれ、今回だけ許して、ロリさん、行くな。